どうもこんにちは、とある暇人です。今回は、ぼ、地形、YouTuber クズ人間について思ったことを語ろうと思います。クズ人間の動画たまに見ますが面白いですよね。特に前世紀はリア充を攻撃する痛々しさがありましたが、たまに正論じみたまともなことを言ってたりするので、そこが面白かったです。まあぼっち系 YouTuber になるにはある程度の事実に基づいた正論を言う力もいるんだなと思いました。以上で動画は終わります。ご視聴ありがとうございます。